I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about?皆さんこんにちは、ネロです。今日の動画は3日間分の17時間タイムラプスです。最後まで見てくださると嬉しいです。まず最初に重大発表があります。2021年の3月前には日本に本帰国することが決まりました。正直すごい複雑な、日本に帰れることはすごい嬉しいんですけど、でもね、学校を変えなきゃいけないということがすごく将来に影響を与えるか心配なんです。まあ個人の話は避けて、これからも日本でスタディ Vlog を撮る予定なので、来年もよろしくお願いします。多分このことで質問が来ると思うので先に答えておきます。受験はするみたいです。いや、するみたいですというかするんですけど、その帰国子女枠で受けます。なので2月までまた登校頻繁度が下がる可能性があります。ご了承ください。この3日間のタイムラプスはまだ日本に帰ることが決定する前の日だったので SAT の勉強をしています。あと今回はクリスマス風にしてみました。私は相変わらずクリぼっちです。毎年何もしないんですけど、うちの家族はクリスマスプレゼントをもらうだけですね。で、今年はクリスマスプレゼントはアクリルスタンドを買ってもらいました。推しのだったので、すごく嬉しいです。ただね、届くのが5月なので、もう実質誕生日プレゼントみたいな感じです。前回の動画でネロさんの推しって誰なんですかっていう質問があったので答えます。私の今の推しは呪術廻戦の五条悟と両面宿儺です。あとはボーカロイドの鏡音蓮です。呪術廻戦のキャラはほぼ全部好きです。推しとは違いますが、ヒロインたちも敵も大好きです。で、この時はもう期末テストが終わっていて、クォーター2が終わったので、土日に勉強している様子なんですけど、まあ土日月のタイムラプスで、で塾は冬季講習に行ってないので、日本に帰るって分かってなかったので、その時はで、それでのノート勉強しています。この日はジャンフェスがあったので、ながら勉強をしているんですけど、まあ皆さんは真似しないでください。今日の勉強時間は約5時間でした。で、今は10時10分なんですけど、もう寝ます。それではおやすみなさい。おはようございます。ただいま5時23分か24分ぐらいです。今日の予定はですね、やるべきことを書いてます。2日目のタイムラプススタートです。まず先ほど言っていた質問に答えることを答えていきたいと思います。1つ目、早起きのコツや眠くならないコツ、勉強道具でおすすめなものを知りたいです。実は早起き皆さんが思うほど得意じゃないんですよ。まあ、寝過ごして遅刻したことはないですけど、まず私がやっていることを紹介します。アラームを1分ごとに設定する。朝1分ごとになると結構うるさいです。で、これを利用してベッドから少し離れた歩かないと取れないところに携帯を置いています。そうするとアラームが鳴った時に絶対歩かなきゃダメなので、少し起きれる可能性、確率が上がると思います。ついでに私はこれでも寝る時があるので、すぐに好きな音楽や録音していたアニメなどを流します。この時流す音楽は BPM の速い少しうるさめの曲を流します。私がこの頃流しているのはおしゃまスクランブルという音ゲーに入っていた曲やボーカロイドです。基本2曲流すので、2曲目はテンションの上がるおしゃれな曲を流します。私がこの頃聴くのは終身御礼、エイプリル、ターミナルセンターなどです。ローファイ系が結構増えてきた気もします。すごくおしゃれなので聴いてみてください。おすすめです。録音したアニメというのは好きなセリフの部分だけ録音してあるので、それをいつも流しています。それもちろん推しの声です。変に思われるかもしれないんですけど、結構イヤホンで聴くと脳が働いてる感じというか、眠気が覚めていく感じがするのでおすすめです。ですが音楽も録音も聴きすぎると効果がなくなってきたりするので、時々変える方がいいと思います。
私は2週間に1度帰るぐらいの頻繁度です。なので朝早く起きることに必要なのはベッドから歩いてアラームを消してすぐに好きな音楽、物、映像などで自分を起こすことです。とにかく自分自身が反応しそうなものを検索して目を覚ませるようにすればいいと思います。眠くならないコツはないです。眠くなったら眠いんです。寝ましょう。そうすれば眠気は消えます。詳しいことは前回の動画で説明しているので時間のある方はおすすめします。私のおすすめの勉強道具はルーズリーフと低重心シャーペンです。低重心シャーペンとルーズリーフはどちらも無印良品で購入しています。すごく使いやすいんですよ。なんか語彙力のなさなんですけど、ルーズリーフはノートと違ってあのバインダーに入れて保存できるのでそこがすごい便利だと思っています。私ノートなどにすごく汚く書くと見直そうと思う気持ちがどんどん薄れていくのでルーズリーフだとまた書き直せるのでルーズリーフがとても大好きです。2つ目の質問、最近やっているゲームとかハマっているゲームを教えてほしいです。この頃ゲームする時間がなくて全然やってないんですよね。ですがテスト後にスマブラは一度しました。友達すごく強くて大会を余裕で優勝できる強さはあるのでボコボコにされました。ハマっているゲームはプロジェクト世界ですかね。妹が遊んでいるのを見てるのがすごい好きです。あとはアモングアスなどを見ています。ということで3つ目の質問、勉強中に聴く好きな音楽をもう少し知りたいです。これは次の日のタイムラプスで説明します。そしてこの日の勉強時間は6時間30分でした。それでは次の日へどうぞ。ということで好きな音楽を紹介していきたいと思います。勉強中によく聴く音楽なので普段もよく聴くんですけど、これは個人の好みとか関係すると思うのでおしゃれな曲やそういうのが好きな方はおすすめします。まず1曲目、 September 春野さんの曲ですね。春野さんの声すごく好きでこの頃知ったんですけど、歌詞が全部英語なんですが発音がむしろ雰囲気を作り上げてていい感じです。雰囲気は少し暗めの空の下、海でプカプカ浮いている感じです。2番目、 Draw、 発音合ってるかな。この曲はリズムがすごく好きです。春野さんの曲の特徴は歌詞が少し独特というか世界観が詰まっている感じがすごくいいと思っています。3曲目、 Dance at a Moonlight、 これはこじこじさんが出ている時点でもう最高なんですよね。こじこじさんの声はすごく綺麗で本当におすすめです。雰囲気が最高におしゃれ、歌詞は少なめな曲。4番目、 AM3時21、 いやこれ本当に何て言うのか分かんないんですけど山さんの曲ですね。あともう一つクリーム、これも山さんの曲です。もう本当に私が好きな曲って基本声がいいから聴いてるのかなっていうぐらいの声好きなんですけど、もう本当に山さんの曲は最高です。他にもいろいろあるんですけど、この2曲はすごくおすすめです。これ1回聴いたらドハマりする曲だと思っています。6番目、一角獣。一角獣はテニオハさんです。でこれボーカロイドなんですけど、ヴィランを作った曲の人と同じ人です。 MV がとにかくおしゃれ、インスピレーションにもなる。歌詞がそれですごくいいんですけど、夢も結構あるらしいのですがそこを含めて素敵な曲です。ボカロが苦手な方はカバーで聴いてみてください。7番目、愛のままに、こじこじカバー。カバー曲ですが雰囲気が最高にいいです。透き通った声が特に。8番目、長屋と、ピーポーワンの曲です。MV がテレキャスボーイと同じ人なんですけど、ピーポーワンの作る曲は全てかっこいいです。独特な雰囲気があるので好き嫌いは分かれると思います。9番目、フロス、イブドットカバー。名前間違えたら本当に申し訳ないんですけど、とにかくおしゃれ、声もいい、素敵すぎて語彙力低下するほどです。10番目、金木星フィットアドさん。これアドさんが歌ってるんですよ。うっせーなの曲を作ってるんじゃなくて歌ってる方なんですけど、本当にこの人の声はパワフルというか、なんか強い感じがとても素敵です。でこれぐらいですかね、私がよく聴く曲は。とりあえずこれ以上たくさん紹介すると尺が持たないので、とりあえず今はこれぐらいにしておきます。
今日の勉強時間は6時間でした。で、今は9時45分前です。最後までこの動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。この動画は2020年最後の動画となります。来年もよろしくお願いします。それでは皆さんメリークリスマス。そしてまた来年会いましょう。バイバイ。